ナーアマチュア選手が80戦75勝6敗75勝のうち48勝と復活した我が国の高等学校史上初の7冠王、昨年10月の大きいレースランタイの A 級プロデビュー戦及び今年2年生のプロ2戦目ともにノックアウトで勝利、公式ではこの試合のレースリミット110パウンド4分の1大橋流属、現在のランクは工業関連の第5階級第8位、そして今夜の試合がプロ3戦目となる日本ライトライフル第6位井上です。
Yeah!
Thank you.